ハロー YouTube、どうもマルです。今回は現在 Amazon の方でスマートフォンやスマートウォッチそしてタブレットのセールが開催されていますのでご紹介したいと思いますなお今回のセールは期間限定のセールとなっていて12月1日までとなっていますのでもし欲しい商品ありましたら早めに購入しておくことをお勧めしますではまずはじめに 今回セール価格で販売されていますスマートウォッチからご紹介します割とこういったセールでは Apple の Apple Watch そちらがセール価格になることも多いんですが今回は Apple Watch はセール価格になっておらずただその反面 Apple Watch の10分の1ぐらいで購入できなおかつほとんど同じようなことをやることのできるファーウェイとか Oppo とかそういったメーカーのスマートウォッチがセールとなっています まず人気商品としましてはこちらマスルも一世代前のモデル持っていますがシャ m ミーのスマートバンド7この最新世代のものがセールとなっていますスマートウォッチとして使うことももちろんできるほかあとてもスリムですので健康管理を例えば睡眠時間の管理運動の管理そういったことをやるにも最適なモデルとなります通常価格は7000円のところ今回のセール期間中であれば 5900もともと安い商品ではありますがさらに安く購入できますまた世代が少し前のものになりますがミニスマートバンド52世代前のモデルであればセール期間中2999円と3000を切る価格で販売されていますので、えー、特に最新モデルにこだわらないというならばあえてこの型落ち品を購入するというのもいいかと思います その他、画面サイズが大きく、操作もしやすいモデルとして OP OP ウォッチフリー、Oppo の OppoWatch f r こちらは今回、通常が9000円のところ、4990円ということで、特にお買い得なモデルとなっています。デザイン的にもこちらは Apple Watch に近いデザインとなっていて、普段つけていてもおしゃれ的に気にならないモデルと思います。 その他、こちらも人気機種ですが、フ a ーウ w イのスマートウォッチ、バンド6というモデル、こちらが今回セールとなります。先ほどの OPPO ウォと似たようなデザインではありますが、フ a ーウ w イの製品が明らかに優れているポイントというのは、バッテリーの駆動時間にあります。特にこちらのモデルですと、2週間の連続駆動が可能ということになります。どうしてもスマートウォッチ、バッテリー駆動時間が短いものも多く、 1>, 1日で充電が切れてしまうというものもありますがこのモデルであれば2週間駆動しますので充電し忘れてしまうことが多いという方にとっては安心して使えるモデルとなっています価格につきましては通常が8500円のところセール期間中5800円となりますあとはスマートウォッチとしてはとても歴史の長いフィットビットこちらからベサ2というスマートウォッチ こちらがセール価格になります。今回ご紹介するモデルの中ではまあまあ価格は高めになりますが通常2万円の商品が1万7900円となります。またフィットビットからはこちら Apple Watch 以外では選択肢もかなり少なかったこのフェリカ対応このモデルがセールとなりました通常価格は3万4000円の製品が2万1000円ということで こちらはもう完全に Apple Watch の代わりにも使えるような電子決済にも対応したモデルとなっていますのでそういったモデルを探している方というのは2万円しても Apple Watch と比べますと半額以下で購入できますのでこの機会にこちら購入してみるのもいいかと思いますその他は Samsung の Galaxy Watch 4これもセールとなっています そしてスマートウォッチ以外の製品につきましても今回多数がセールとなっていますまずはこちらタブレットこちらは先日少しご紹介しましたがハイスペックな Android タブレットがセールとなります現在はこの Galaxy Tab S8 Ultra という14値モデルは通常価格になっていますがそれ以外のモデル同じく Galaxy Tab で一回りディスプレイサイズが大きな Galaxy Tab S8 Plus こちらは通常価格が12万円のところ8万7千円のセール価格。OPPO の最新タブレット OPPOPAT AIR につきましては通常4万円のところ3万3千円ということで、どのモデルもスペック的な普段実用できるハイスペックなモデルですので、価格の安さを重視しているならば、この OPPOPAT AIR。ペンにも対応しており、なおかつ処理性能もダントツで高いモデルがいいということならば、この Galaxy Tab S8 Plus。 こちらを購入するというのもいいかと思います特にこの Galaxy Tab S8 Plus につきましては CPU が強力な CPU が搭載されています具体的なスペックとしてはこちらまず CPU が約 3GHz の CPU オクトコアとなっていますこの CPU 型番が記載されていませんが要はスナップド g ゴン8 Gen1 と,となります ですので、すの今年前半発売されました各社のフラグシップモデルスマートフォンだったりあとタブレットなどそういったフラグシップの製品に対応搭載されていたハイスペックな CPU がこちらのモデルには搭載となりますディスペイにつきましては12.4インチで解像度が 2800×1752 ドットと超高解像度のディスペイを搭載しておりなおかつサムソンの製品ですので有機 EL となっています カメラも背面側には1300万画素のセンサーが搭載されるなど、高解像度のカメラが搭載されているほか、やはり何といっても、Wi-Fi も 802.11AX に対応、Bluetooth のバーチャン5.2に対応し、USB につきましても USB の3.2対応となりますので、とにかくデータ転送速度、それから Wi-Fi の速度などが高速な、完全なフラグシップタブレットとなります。 同様の製品としましては iPad Pro なのが他社では同じような製品と位置づけられていますが今回のセール期間中であればこのモデルは8万7千円で購入でき iPad Pro の半額程度の価格で購入できるとてもお買い得なモデルとなっていますただしこれらタブレットは Android ですのでやはり iPhone との連携なども考えて iPad の方がいいという方も中にはいるかと思います今回は iPad の方もセールが開催されています。実は、セールスタート当初は最新の iPad mini もセール内容に含まれていたんですが、そちらはもう一瞬で売り切れてしまったため、現在はこの無印の iPad、こちらの2021年モデルのセールが行われているということになります。価格につきましては、64GB モデル、それから 256GB モデル、それぞれセールになっていて、64GB モデルが 通常5万円のところ4 4, 4万4千円256キャンモデルが通常7万円のところ6万4千円のセール価格となっています割とアップル製品は割引額も少ないことが多いんですが今回は年に一度のビッグセールブラックフライデーセールの開催期間中ということもありそれぞれのモデル割と頑張った値下げとなっています そして今回はスマートフォンの人気種が多数セールになっています例えばマスルも購入して今でもよく使っているこのサムスの Galaxy M23 こちらも今回セールになりましたマスルが購入した当初は確か4万円を超えていたんですが今回のセール期間中は3万円で購入できるようになっていますこの製品何が優れているかと言いますとミドルレンチモデルでありながらカメラ性能がとても高く なおかつ、サムスンの製品、もう最近のハイエンド機種はほとんどイヤホン端子を廃止してしまいましたが、まだこちらのモデルはイヤホン端子が残っているというモデルで、サムスンの製品で優先式のイヤホンを組み合わせて使いたいという方にとっては、今購入できるお買い得なモデルとなっています。あとは、OP の人気種、リノ 5A。こちらは現在3万1000円で購入できます。 あとはこちらも人気の高かった s h ーミのイレの 11T ープロ。こちらは本来は6万5千円の商品なんですが今回のセール期間中は5万1千円と1万円以上安く購入することができますあとはこちらもシャーミの製品シャーミレ i ドミーノートイレブン11、Pro、こちら4万5千円の商品が3万8千円となります 割と x i a o m i の製品は最近国内向けのサービスにも対応してきていて例えばちょうど今ご紹介した Redmi Note 11 Pro などはちゃんと 5G の通信にも対応しているほか国内で使えるようにフェリカ要はお財布携帯にも対応したモデルとなっていますこの価格で1億画素のセンサーも搭載しているなどとにかく x i a o m i の製品らしくコスパの高いモデルとなっていますあとはこちら 発表当初は注目を集めていたものの、意外と人気がなかった、このシャ m ミの POCO F4GT。こちらも今回セールとなります。こちらはダントツで CP の処理性能が高いモデルとなっていて、搭載している CP はスナップ g o n 8GN1 となります。本来ならば15万円するぐらいのハイエンド機種に採用される CP ですが、この CP を搭載したモデルは今回はセール期間中6万9000円となっています。 カラーもカラフルなイエローモデル、ブラックモデル、それぞれ同じ価格でセール価格となっています。注意点としましては、Xiaomi の製品にしては珍しく、これらモデルは国内向けのサービスは非対応となります。ですので、お財布携帯とかは必要ないという方、そういう方向けの製品、なおかつ、ただ単に処理性能が高いモデルが欲しいという方向けの製品となっていますので、メインスマホとして使おうと思っている方は少しその点が注意が必要です。 あとは ASUS の全本8、1年前のフラグシップモデル、スナップ g o n 888を搭載したモデルが発売当初は10万円だったこの製品が今回のセール期間中は6万8000円となっています。割とこの種のセールでは価格の安いミドルレンジとかエントリー寄りのモデルが中心のセールとなるんですが、今回は珍しく。 最新のスナップオン8を搭載したモデルとかハイエンド機種までセールになっていますので特に今回のセールスマートフォンもお買い得な商品の一つと言いますなおスマートフォンにつきましては同時にこちらセット買いだと最大2万ポイントバックキャンペーンというのも開催されています 2万ポイントというのは要は2万円に相当して2万円お得になるという内容ではありますがこちらは通信契約その契約も必須となってしまい手続きもやや面倒くさい上、ただ単にスマートフォンだけが欲しかったという方にとってはあこういったキャンペーンに加入してしまいますと後々面倒くさいことになりますのでもうただ単にスマートフォンが欲しい方はこちらのキャンペーンは使わずに 今回ご紹介しましたスマートフォン単体で発売されているモデルそういったモデルを購入することをお勧めします特に SIM カードにつきましては今回 Amazon で開催されているキャンペーン以外にもお得な SIM カードというのが多数のメーカーから提供されていますのであえてそちら Amazon で契約せずに他のところで契約する方がより無難なサービスを契約できていいかと思いますということで今回は Amazon の年に一度のビッグセールそちらにてスマートフォンだったりタブレットそれからスマートウォッチえこういったものが人気機種がセールになっていますのでご紹介しましたなお今回ご紹介しました各商品公式ページのリンクにつきましては動画の概要欄の方にリンクを貼っておきますもし気になる商品ありましたら人気モデルは割と早い段階で売り切れたりしますので早めに購入することをお勧めします また実際に購入した方の口チコミなども気になる方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください今回は以上ですグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします